ダブルメインイベントの第1試合、柴田勝頼と相対するのはブードゥーマーダーズのタル。いやー柴田さん、はい、これは誰ですか。あれはこれ上井さんですか。上井代表をひどいなこれ蹴りを加えています。近藤修二とブラザーヤッシーもいますね。いやいくらね関係者とは素人ですからね、こんなことしちゃいけませんね。いや今首根っこを掴んで引きずり回す。リングに上げますね。上げますね上げますね。リングインしてしまった上井代表が、いやこんな形でビッグマウスラウドのリングに上がることになってしまいましたよ。これは大変です。いやブードゥーマーダーズ悪いんですけど、ここまでするとはね、はい、いや7月大会に初めてビッグマウスラウドのリングに登場したブードゥーなんですけれども、これは上井代表の、いやメガネももう外されている状態になっています。これスーツも使い物にならないでしょ。これ破られていますね、はい、そして何ですか。水だ。あ水を顔面に滝のように振りかけていきました。なんてことをするんだタル。そしてマイクを持ちます。相変わらず元気のいいビッグマスの客を、駆け引きのうまさはね、はい、本当にブードゥーマーダーズは今たけてますよね。現在まさに日本プロレス界の最極悪チーム、はい、もうず抜けてますね今ね。そうですね、はい、ゴングは鳴らされた。柴田コールです。巻き起こる。さあ怒り浸透、鋭い眼差し柴田。おいおいおい若いのお前地の木か多いのおい、おい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 柴田君よ、ゆっくりお前、おい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 、おいおい柴田君、そんなにやられたいならな、わしらブードゥーマザーズ全員お前やってもたろうかおい、おう、そしてお前らビッグマウスの客も帰りボコボコ言わすところだばおい、おい、リングインしましたタル。柴田さん、はい、これ3対1でやってやろうということがありましたね、はい、はいはいはい、今ちゃんと1対1でやってますね、はい、日差しのドロップキック突っ込んだ柴田。始まってしまえばね、これ1対1ならば柴田君の、ね、ものでしょうね、これはね。そうですね、フリーキック、まあ、怒ってた分だけね、いきますよね、これは。そしてとにかく上井代表がもうめちゃくちゃにされてしまいました。蹴りを、おー、これをかわしましたよ。相手を怒らせるだけ怒らせておいて、はい、そしてさっといなすんですね。間の取り合い、取り方がね、本当絶妙ですよね、はい。そして危険なのはもちろん近藤修二とブラザーヤッシーの存在です。いつ手を出してくるのか、出してこないということは考えられませんね、はい、ありえませんね、はい、いやー憎らしい仕草で今髪の毛をもう一度結びました。余裕しゃくしゃくというところをアピールしますタル。7月大会で初めてビッグマウスラウドのリングに登場しました。その際はブードゥーマーダーズ3人、村上、薄田、原組と椅子攻撃でやりたい放題見せた。そしてその再来、まあ、はい、柴田君はブードゥーマーダーズ相手に意外と落ち着いてますね。そうですね、リングから深追いせずにですね、はい、上で構え、ちゃんとこう、ね、どっしり構えてますんでね。
そしてもちろん和田レフェリーの存在もありますからね、はいはい、しっかりとさばいてもらう、その上で戦いを仕掛けていく。あ、口に水を、あ、これはいけません。いや、もう観客の皆さんもですね、行きましたね、はい、行きましたよ、行きましたよ、柴田柴田。しかしそこはこれはちょっとね、思うツボかもしれませんね。1対3、風に無勢ということになるが、ブラザーヤッシーに仕掛ける柴田、背中を向けてしまった。タルがそれを見逃すはずがありません。ここも叩き潰したるわという宣言があったブードゥー。この表情見てください、はい、本当に悪に徹してますからね、この人たちね、はい、そして指を突き立ててからパンチを見舞っていきます。頭部、ある意味試練を迎えた柴田。今までのビッグマウスラウドの戦いとはですね、全く違った形式になりましたね、はい。まあ、本当にブードマダザーですね、あの今グレーゾーンみたいなの悪のチームもね、なんとなくこう正義の味方みたいなとフリをする場合がありますけども、はい、ブードマダザーだけはもう本当に悪に徹してますからね、ブラック一色ですからね。そうですね。さあ、そんな中リングインしてエルボーの打ち合い、もう一発、喧嘩でも負けてませんね、柴田はね。あ、そうですね。あー、いけない、急所打ち、今すごい音がしました。これはどうにもならないですよね、はい、防御のしようがありません。しかし防御のしようのない攻撃を繰り返してくるのがこのブードゥーマーダーズです。試合前に、あ、なんか出した、あ、出しましたね。なんだ、狂気攻撃に出ています。和田レフィリーの死角になっている。今、まあ、リング下の2人がうまくね、はい、レフェリーの注意を引いてるんでしょうね。ブラザーヤッシーがですね、はい、エプロンサイドのところに寝っ転がるような仕草を見せていましたから、うん、そこに気を取られていました和田レフィリー。そして再び場外なんですけれども、そうした隙を突いてきます。あ、今も何か出しますか。ロープには明らかに手に何か持ってますね。何なんでしょうかね、なんか硬いものをテーピングで巻いてるんですかね、はい、かつてはあのフォークを持ち出すというパターンというのはありましたけれどもね、はい、このブードゥーは何を隠し持っているのか。タル、あ、いけません、リング下ストンピング、5発6発、悪のエネルギーを柴田に、まだ向こう行ってるよな、集中砲火。ブラザーヤッシーが何考えてますね、これやりますね、上げますか、やりにさせました。あ、そして再び上井代表に膝、ボロボロですね、めちゃくちゃですね。メガネ大丈夫でしょうかね、メガネ、とっくに吹っ飛んじゃったかな、もう着用していませんね、はい、リング上逆襲に出ます柴田、やられたと見ればエスケープ、どうしたらいいんでしょうね。あ、背中を見せた、そこにパンチを叩き込んでいきますタル。いやいや、本当に3人が 100%300%、はい、機能してますね、ブードゥーマーダーズは。そうですね、これはリング上やっぱり1対1だけど、本当はやっぱり3対1の戦いになってますね、これは確実になっていますね、はい、柴田という女性ファンの悲鳴も聞こえてきます。渡辺美だからここまでね、ちゃんとできてますけどね、なんとか試合として成立してはいます、柴田君ちょっと勝手が違うかもしれないですね。あ、噛みつきました、噛みついた、そしてこうした噛みつきもですね、見えないところでやってくると、はい、こうした戦法をですね、インサイドワークと呼びたくはないんですけれどもいや、呼ばざるを得ないかなという、やっぱり一つのスタイルですからね、はい、柴田のお株を奪うような、まるでフリーキック。そしてこれはテーピングをほどきます。
国吉目にかかった。上等手段に出ています。タル、そうレフェリーがチェックに入るとしたからね、ちょっかい出しますからね、はい、これは和田恭平レフェリーもいくつ目があっても足りない。岩井代表の祈るような眼差しが印象的です。バックスピンキック、やもう3対1でやってやると飛び込んだ。柴田の正面からの蹴り、そして握り拳、髪の毛を掴んで左右の蹴りを乱れ打ちといきます。右の倒していった、フリーキック胸板へ、よし強に行きますね。もう柴田君これは切れちゃっていいですよ、はいはい、完全にぶち切れています。嫌な敵を迎え撃った柴田勝頼、さらにロープに飛んだが立ち上がって逆に蹴り渡る、そしてかかとを落としたが右張り手を見舞った、アイス攻撃ヤッシーです。近藤もリングイン、もう我慢しきれなくなってリング上がってきましたね。はい、そうですね。ブードゥーマーダーズのキングコング、そして椅子を手渡したのはブラザーヤッシー、和田レフェリーが必死にそれを止めています。しかし柴田が2人に過激されていることには変わりありません、はい、もうどんどんダメージ溜まっちゃいますよね、はい、今和田レフェリーを場外へ、あもう無法地帯になってしまいました。そうですね、背中に一撃、あゴング寄せですね、あこれゴングが乱打されています。柴田さん、これは反則裁定、まあ、しょうがない、もう当たり前当然のことですね、羽がいじめにしていますブラザーヤッシー、これは同士打ち、さらに蹴りを見舞った、スリーパーホールド、めちゃめちゃになっているリング上、落とせコール、落とせコール、落とせ落とせ、落としてしまえ柴田勝頼、尻餅をついてたる、突っ込んだ突っ込んだ、ペナルティーキック、岩井代表がマットを届きました。いやー柴田勝頼と岩井代表流のカウント3ということになりましょう。試合はとうに終わっています。しかし柴田の怒りは収まらない収まらない、ふざけるなこの野郎と蹴りを入れます。両者今抱き合った。